ってすぎで力みすぎ。ケンマさん、せめてボールくらいちゃんと見て、あと肘下げないで、スピードより高さを優先して。ちょっと待って、そんな一点に。こういう時のケンマさんはタゲトラさんよりヤクさんより怖い。まだまだ商用に及ばないね。